はい大分、えー、県勢初のね大分、えーまあ、県勢の明方高校としては初、えーまあ、決勝戦ということでねこれは1972年津久み高校以来の快挙ですね。 ぜひ達成してほしいんですけども東海大相模ここもまた一部ですよね10年ぶりの決勝優勝となるでしょうかね見どころたくさんの決勝戦になりそうですということで準決勝第1試合奈良県代表天理高校対神奈川県代表東海大相模高校の試合を見ていきたいと思います全体的な感想としましては東海大相模の石田投手が えーまあ、力投を見せたと3安打、えー、完封勝利ということで、えー、素晴らしかったなと思います。えー、天理高校もね、立、え、つ、ーまあ、投手はね、今回ちょっとベンチスタートではあったんですけども、えー、中川投手、そして南澤投手があ、まあ、しっかり、まああのーまあ、ピンチは招いて最初失点にはしのげたんですけども、まあ、天理打線がね ちょっと打てませんでしたというところでね、まあ、石田投手をね、えー、まだ攻略しきれていないというところです。 今大会注目のね、小、え、園、ー、健太投手がね、えー、2回戦で敗れる。さらに黒柳投手がね、えー、前回準々決勝でこう敗れてしまうというところで、えー、まあ、あの、なだらかい選手がね、えー、まあ、消えていく中、石田投手、ここに来てね、名前が上がってくる。ここまでね、なんと防御率が0.00。一切打たれてないんですね、えー。この安定感ね、これはもしかしたらプロ注目のね、 えー、ピッチャーなのかもしれません今年はね、えー、黒柳投手小園健太投手さらに大阪投員の松戸創始や関戸、えー 松川あ松大阪投手の、ね、松戸選手とか、ね、ちょっと名前混ざってるかもしれませんね。また、あの岩手県の、ね、花巻東の、ね、菱川投手など、今年は、ね、超高校級の投手が、ね、結構勢揃いしている感じで、まあ、おそらくドラフト1位は、ね、高校生投手が占めるということが、ね、もしかしたらあるかもしれません。というところで、ね、まずは東海大戦の今決勝進出おめでとうございますというところですね。 まあ、打線の方向を見ていきますとね、東海大相模はね、えー、初回に4番、えー、柴田選手のタイムリーで先制します。そして9回には、えー、追加点ですね。えー、天理国語としましてはね、えー、そこで冒頭で、えーまあ、ピンチをこう作られてしまいまして、えー、そこからですね、門、え、馬、ー、選手のタイムリーヒットで、まあこれが、まあ、大きな追加点とこうなりましたね。 あのーまあ、ちょっと天理高校としてはね、ちょっとついていなかったのかなという、ね、感じもこういたつような、ね、そんな試合展開となった気がしますね。はい、続きまして、愛知県代表、中京大中京対大分、えー、県代表、明豊高校というところで見ていきましょう。えー、先ほどとは打って変わって、えー、試合の展開を見ていくと点の取り合いだったのかなと思います。えー、初回、2回、3回とはね、これ、静かな、ねえー、試合展開だったんですけども、えー、突如4回ですね。 ワン、えー、アウト満塁というチャンスを作りまして、えー、7番のですね7番に座ります友原選手、友原俊平投手がですね犠牲フライを放ったとし、えー、さらに8番の太田選手、ーアー2アウト二塁一塁となった状態から、えー、ライトへのタイムリーヒット。 さらにですね、箕原選手にも、レフトへの2点タイムリーツーベース。さらに、1番のアナン選手にもタイムリーヒットが生まれまして、一挙この回5得点のビッグイニングとなりましたね。これで、中京大中京のピッチャー、柴田投手なんですけども、まさかのね、4回に4失点というところでね、ノックアウトされてしまいましたね。 ノックアウトされてししままいましたただあの5回にね、えー、杉浦選手のタイムリーで1点を返しますさらに6回には加藤選手のタイムリ、えーで2点差に迫りますさらに9回には富田選手というところでですね、えー まあ、あのランナースタートで一塁走者の富田選手がアウトになるかに、まあ、まあ三塁走者の前田選手がホーム,ホームに生還しまして、まあ、1点差に迫るんですけども、まあ、一発出れば同、ね、点という場面で、ねえー、サードゴロというところでしたねワ、えー、ンアウト三塁一塁ということで三塁走者は帰ってきたんですけども、えー、一塁ランナーが、ねえー、死んでしまったというところで、ねまあ、あと一歩及ばずという感じでしたね明豊、まあ、としては、ね、5回以降は、ね、打線は静かだったんですけども まあよくね、ピッチャー陣がね、踏ん張ってくれたんじゃないかなと思います。まあちょっと危なかったですけどね。 はい、というところでね、明豊高校がね初の決勝進出ということでね、まずはおめでとうございます。こちらはね、1972年の津久美高校以来ということでね、大分県勢ね。で、この大分県勢の津久美高校はこの年優勝してます。ちょっとご紹介させてください。1回戦ではですね、鹿児島商業、なんと九中対決でした。3対2、さよなら勝ちを収めている津久美高校。2回戦ではですね、苫小牧工業と戦いまして、13対1の そして準々決勝はですね、えー、明星高校、ここあれですね、長崎の、ね、名門ですね、明星高校と、えー、当たりましてあ失礼しましまた。明星高校は違いますね、これは開成高校と間違えてますね、えー、明星高校と当たりまして、えーね 1>, えー1対0、これまたさよなら勝ちで収めています。そして準決勝は天理高校、今年も出てますね、5対3でえ勝利して、最終的にはですね、つくみ高校は柳井高校と決勝で戦いまして、3対1で勝利しています。えー、この時の中川選手や吉近選手にホームランが出るなど、まあ打線も活発だったのかなと言えます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。